はい、どうもグリです。くるくるやっていきましょう。ということで今回はですね、暴れコック赤足のゼフのダンジョンがですね、6月の16日12時からお昼の12時から6月の30日11時59分まで期間限定で来ております。で今回はですね、赤足のゼフのダンジョン、若い頃のゼフですね、とあとゴロツキ、暴れまくってた時のパティと、はい、カルネが出ますね。はい、で今回本がサッチの本とクリエルの本が新しく、はい、入賞されております。でこれをねちょっと行ってみたいと思いますよ。で数回もう行ってみたんですけど、3つほどですね一応濃厚ができたっていうパーティーがあったので、それをねちょっとご紹介したいなと思います。はい、でですね、あ、そう、あのスゴフェスが来るみたいですね。で今回のスゴフェスちょっとね、シークレットをね、過去に登場したシークレットがバーって登場するらしいんですけど、あのですね、シークレット持ってるのがビビだけなんですよ。で他一体も持ってなくて、でちょっと欲しいなと思ってたんですけど、このタイミングで来ちゃうっていう。で今回はちょっとね、見送ろうかなと思ってたんですけど、スゴフェス限定で、フェス限ですね、フェス限がこの3体しかいないんですよ。はい、どうしよっかな。でもね、ログルフィが欲しい、でさらにシークレットも欲しい、なので書きたいんですけどちょっと悩んでます。はい、それはまあ後でツイッターとかでお話しします。ということで、まず最初にですね、パーティーをさらっとご紹介したいと思うんですけど、まずですね、今回すべてガチャゲンなしということで、ちょっと行ってみたパーティーになりますんで、サブでね、例えばガチャゲン、あ、自分はこれ持ってんなっていう場合は、ところどころ変えてって全然いいと思います。これがもう最低限のパーティーみたいな感じで行ってみたので、はい。で、まずですね、黒ひげパーティーですね。はい。黒ひげ、戦長効果がですね、受けるダメージが2倍になる。けど、力属性キャラの攻撃を 2.5 倍、体力を 2.25 倍にすると。はい。ということです。で、アルビダが軽減で、アーロンが火力ですね。で、このアブサロム入れてるんですけど、これ別にアブサロムじゃなくてもいいです。はい。まあ、2ターン間受けるダメージ半減して回復を2倍にするよっていう。まあ、完全に防御要因ですね。はい。でも、別に特に使わないです。これ。で、ウソップを入れてるところは、ウソップの遅延が一応効きます。で、まあ、ちょっと流しながらお話ししようかなと思ってるんで、その時ちょっとお話しますね。はい。で、次。斬撃パンですね。まあ安定ですね。これは斬撃パン、ドフィーかミホークでいいと思います。で、まあアーロンですね。はい、アーロン斬撃で、あとオウム入れてます。オウムがですね、5ターンの間心地で肉のスロットがほとんど出なくなる。まあ、使ってもいいんですけど、まあ即になってしまう可能性もあるんで、まあ使わなくてもいいかなと思います。この場合もドフィーとあとナズ、あとウソップが使えれば全然問題ないんで、逆にだからドフィーが溜まってないっていう人、スキル上げしてないっていう人はフレンドさんに連れていけばいいかなと思います。で、自分ミホークですね。ミホークスキル使わなくても倒せるんで、はい。で、次ですね。暴走パーティーですね。で、これ先生がですね、ゼフの先生が、瀕死にしてくるっていうやつなんで、死にません。先制攻撃でも。はい。なので、道中で食らわないように行くっていう感じになるんですけど、パティとかがレア枠で出てくるんですよ。で、出てきた場合、先制がお肉の体力、お肉のね、取った時の体力増加、回復量減にされてしまうっていう先制攻撃をしてくるんですね。で、さらに、カルネの方が一ターンで出てくるんですけど、もし万が一一ターンで殺せなかった場合、毒の必殺技を使ってみる。なので、それを極力食らいたくないっていうので、一ターンでカルネを倒せるぐらいの火力が、もしあれば、このパーティーでもいいと思うんですけど、カルネさえ出なければ、まあ安定はするんですけど、結構早いんですけど、そこが問題ですね。でも一応取ったんで、はい、ご紹介したいと思います。じゃあ、このパーティーでですね、早速、一気見せっていうことで、前にやったやつ、あと左真ん中、右みたいな、川の字で、はい、流しますんで、まあ見たやつだけ見てもらったらいいのかなと思います。それでは早速行きましょう。レッツゴーでございます。はい、ということでやっていきましょう。でですね、まず黒ひげパーの場合は、フレンドさんを特攻のルフィですね。で、特攻のルフィ持ってるっていう方は、まあ逆でもいいと思います。はい、
で、斬撃はミホークとドフラミンゴのパーティーになってますね。はい。で、暴走チョッパーの方は特攻のルフィが、フレンドさん使わせていただきました。はい。でですね、特攻のルフィ、ここ暴走チョッパーと特攻のルフィのペアなんですけど、ここは黒ひげにしてもいいんじゃないかなと思ってます。で、黒ひげにしちゃうと、まあ、でもパティタルナが出てきた時ちょっと厳しいのかな。まあ、でもあんま変わんないですね、正直。特攻のルフィでやっても6000しか体力ないので、はい、それがダメージが多くなってしまうと、多分負けちゃうのかな。まあ、どっちにしろ多分パティタルナで食らってしまうと死んでしまうので、はい、その辺はちょっと安定するのがちょっと微妙かなっていう感じですね、暴走チョッパーの場合は。で、道中は極力スキルダメなんですけど、一応比較も兼ねてちょこちょこスキルダメしてるんですけど、まあ、こんなに極端にしなくてもいいんじゃないかなっていう気がします。で、貯めなきゃいけないもの、黒ひげと特攻のルフィのやつは、ウソップと、まあ、ウソップだけですね、ウソップだけです。はい、貯まれば問題ないです。で、一応オウムも今回この場、今回この取った時ですね、使っちゃってるんですけど、使っちゃうと即になっちゃう可能性も高くなるんで、逆に、はい、なので別に使わなくてもいいと思います。はい。で、ドフラミンゴ第1杯ですねは、ウソップと、あとできればドフィ、まあ、できればというか、ドフィ溜まってればすごくものすごく安定するんで、なのでスキルダメしてないよっていう方はフレンドさんを、ドフラミンゴで、自分をミホークでいいと思います。ミホークはスキル使わなくても全然倒せるんで、はい。で、暴走チョッパーと特攻ルフィの方は、ウソップさえ溜まってればいいと思います。アルビダとか、別にアブサルムとか使わないんで、はい。なんで、ここの辺はもう全員代用が効きますんで、一応今回、ガチャゲンなしっていう形でやってるだけなので、はい。自分のやってるやつで、スキンをして組んでもらったらいいと思います。はい。で、斬撃と暴走が、戦に入るんですけど、今回最初の先生は、変身してくるっていうだけなんで、特にHP が少なくても死ぬっていうことはないですね。で、まず遅延を打つんですけど、ここで気をつけることがですね、一つ、半分以下にしてしまうと遅延を無効化してくるので、敵がなのでギリギリで半分を超えない程度にします。で、ここで、このターンで倒しちゃってもいいんですけど、このターンで倒せなかった場合、暴走のところですね。で、このターンで倒せなかった場合も問題ないです。で、半分以下にすると、遅延を無効化にするっていうだけの攻撃しかしてこないので、なので3ターンでゆっくり倒せばいいと思います。はい。で、暴走とかはやっぱ早いかな。早いですね。で、今、特攻のルフィと、暴走じゃない、黒ひげのやつもボス戦に入ったんですけど、これも同じような感じですね。はい。で、半分にすると、こんな感じで、小賢しいわーっていうので、一ターンにしてきます。で、攻撃力も多分上げてくるので、まあ、このターンで倒しちゃえばいいのかなっていう感じですね。はい。で、こんな感じでクリアになってます。まあ、あまり、そうですね。特に気をつけるところもなくいけると思うんで、はい。まあ、これでちょっと戻りましょう。はい、戻ってまいりました。ということでですね、暴走チョッパーと黒ひげと斬撃ですね、このパーティーで行ってみたでございました。で、パーティーなんですけど、ガチャゲンなしにあえてしてますので、ガチャゲン持ってるっていう方、例えばクマ持ってるよとかっていう方はクマを入れたりとか、そうすると隣接するスロットを力に変えてくれるっていうスキルを持ってるので、結構いいんじゃないかなと思います。なのでこんな感じでいろいろですね、入れ替えができますので、自分の組みやすいパーティーで行ってみたらいいんじゃないですかね。はい。で、あとは黒ひげのところ、ここも特攻ルフィ持ってるよっていう方は、まあ、特攻のルフィに行ってもらっても全然いいと思います。見た感じフレンドさん特攻のルフィが多かったんで、まあ、あえてちょっと自分の黒ひげで行こうかなと思ってます。はい。で、あとアブサロム と、アルビダ、ここもですね、別に代用がいますので、まあ、他誰でもいいんじゃないかなと思います。はい。で、斬撃、これこそ代用が効きますね。斬撃タイプ結構多いので、はい、一応力ボックス系攻めで行ってるんですけど、まあ、ここのオウムの辺だったりとか、その辺は別にいらないのかなっていう気はします。はい。
ということでですね、こんな感じで行ってみたっていう動画だったんですけど、一応ですね、ゼフとあとパティカルネちょっとご紹介したかったんですけど、2回出てきたのに両方ともカルネが落ちちゃったんですよ。なのでパティ持ってないんですね。なのでちょっとカルネだけになっちゃうんですけど、一応船長スロットに行くんですし、他をランダムで入れ替える。でちょっと右に画像ちょっとお借りして、多分今乗ってると思うんですけど、パティはこんな感じです。はい、でこの2人が今回レアバックになってますね。で、あとゼフさんですね。かっこいいですよね、ゼフ。好きです俺。で、敵単体にキャラの攻撃 ×20 倍の技ダメージを与えて隣接スロットを肉に変換する。はい、うん、確かね、なんか使えたような気がする。なんか肉スロットを何かに変換するっていう人もいたんで、はい、使えんじゃないですか。ちょっとわかんないです。はい生存の覚悟、ちょっとかっこいいですね、名前。戦長効果、はい、体力が一定以上の時に格闘タイプキャラの攻撃を2倍。これ進化前なんで、まあ、もしかしたら条件付きなんで格闘タイプの 2.5 倍になるのかな、わかんないです。ちょっとね、まだね全然育ててないんで申し訳ないんですけど、はい、こんな感じですね。ドロップキャラはこの3人です。はい、で他本とかも落ちますんで、まあ周回頑張りましょう。で、今日ですね、まあ、予定ではあるんですけど、集会をちょっとね、配信しながらしようかなって一人で黙々とやるとちょっとね、なんかね、もうどんどん慣れてくるんで、はい。なので、まあ、もしね、お時間合う方、まあ、平日なので、ちょっとあんまり合わないかなと思うんですけど、まあ、もしよかったら、夜の8時ぐらいからですね、このゼフのダンジョンを集会しようかなと、配信しますので、YouTube の方で。はい、なので、まあ、もしよかったら遊びに来てみてください。で、チャットとかもできるんで、はい。ちょっとね、ポンって送ってもらったら、そのリアルタイムでお返事しようかなと思っております。はい。それでは、最後までね、ご視聴ありがとうございました。最後はですね、じゃあ、風船ルフィでお別れしましょう。ゴムゴムの風船、モンキーディルフィということで、はい。最後までご視聴ありがとうございました。グリでした。バイバイ。またね。うせ。はい、どうもグリです。ご視聴ありがとうございました。これからもどんどん新しい動画ですね、上げていきたいと思っておりますので、どうかチャンネル登録をお願いします。パソコンの方はですね、動画内チャンネル登録の吹き出しをクリックしていただいて、スマートフォンの方は動画の下にですね、チャンネル登録ボタンがありますので、そちらをクリックしていただくとチャンネル登録ができます。もしよろしければポチッとお願いいたします。そのポチッとがね、動画を上げる糧になりますので、どうかよろしくお願いします。それではグリでした。バイバイ。またね。